昨日午後、大阪西淀川区の倉庫で女の赤ちゃんの遺体が見つかりました。赤ちゃんはカバンの中の袋に入っていて、司法解剖の結果1月下旬ごろに死亡したと推定され、へその緒はついていたということです。このカバンは先月上旬ごろに阪急重曹駅近くのコインロッカーから管理会社が回収したもので、長く放置されていたとみられています。別のコインロッカーを管理する会社によると、一般的に荷物は個人の所有物のため、回収時に中身は確認せず倉庫に保管するケースが多いということです。警察は死体遺棄事件とみて捜査しています。